機がチャンス !JJ チャンネルです。どうも皆さん、こんにちは。万覚悟でアップロードした限定付き動画が、今日は2日目ですけれども、まだ YouTube に上がっています。まだ削除されていません。首の皮1枚繋がっているこのチャンネルですけれども、前はですね、3日目にアップロードして、3日目にバーンとバンされてですね、YouTube からチャンネルの閉鎖、ね、通達、1週間は動画開けたらあかんでーということとか、2週間動画開けたらあかんでーって言われた中で、経験があるのでね、今回ドキドキしてこの時間を過ごしてるんですけれども、なぜそんなにですね、無理をしてですね、もう10月15日になったらですね、謹慎期間が解けて、ね、ものすごく身軽な体になるのに、まあ執行猶予が解けて無罪になるのに、なんでこんなタイミングでそんな動画上げるんやって言われるんですけれども、僕はですね、あの程度のことも言えないようだったら YouTube をやっている意味がないということでチャレンジしたんですね。そしたらなんと YouTube さんがですね、まだ2日経っても削除してないということで、昨日ですね、命かけてたこ焼き動画を上げました。つなぎですね、つなぎの動画を上げたんですね。好評でしたね。はい、好評でしたね。ありがとうございます。でもですね、僕はですね、ここでですね、緩い動画を上げ続けて、チャンネルを継続していく、そのようなですね、侍ではないようなことをしたくない。ということで、今日はですね、皆さん方に殺人事件の話題をお届けしたいと思います。こちらもですね、誰も知らない情報です。斜め45度からこの事件の裏側には、一体何があったのかということを皆さん方にお届けしたいなというふうに思います。いかがでしょうか？チャレンジいたします。この動画は、絶対にバンされる内容です。僕はですね、M かもわかりません。で、いじめられることが大好きなのかもわかりません。だけれども今日はですね、このカッパエリセン、カッパエリセンを斜め45度から覗いてみたいと思います。この国民的なスターですね、国民的の人気のお菓子をですね、考察することがどんだけ危険なことかということなんですけれどもですね、最近ストレスが溜まっております。このね、なんでストレスが溜まってるかわかりますね。そうですね、YouTube で言いたいことが言えないからですね、このチャンネルを見ている皆さんですね、ストレスを解消する方法は何でしょうかというとですね、これはいろいろありますね。スポーツをやったりね、好きなことをやったりね、まあ食べ物をいっぱい食べたりといろんな解消方法がありますけれども、一番いいストレスの解消方法はお金がかかわからない YouTube で懐かしいなぁというものをですね、見た瞬間、あ、なんか懐かしいな、昔に戻るなぁというね、この気持ちですね。これがですね、ピーンと張った緊張感を、まあこうなんて言うか、ほぐしてくれるということで、今日はこの懐かしい話題、カッパエビセンの話題ですね。私はですね、今日カッパエビセンの秘密を話します。どんな秘密を話すかというとですね、なぜカッパエビセンはやめられないのか、止まらないのか。僕はよくですね、カッパエビセンの楽しみ方ということで、今日何個食べようかな、全部食べたら明日楽しみがないからな、そうや、5個残しとこう、明日この5個食べたら明日カッパエビセンが食べれる楽しみがある、なんていう話をよくしてましたけれども、なぜ僕がそこまでカッパエビセンにこだわるのかというとですね、このカッパエビセンはただものではないということなんですね。ということでね、なぜカッパエビセンはやめられないのか、止まらないのか、なぜ類似商品が出てこないのかということですよね。はい。そのようなことでですね、このカッパエビセン、なぜですね、カッパがいないのにカッパエビセンなのか。このカッパというのはなんででしょうね。カルビーのエビセンでいいじゃないですか。それなのになぜかカッパエビセンとなってる、これいろんなこの謎ですね。この謎を解き明かしていきたいなというふうに思います。はい。ですね、ちょっとですね、メガネが曇ってきたのでね、ちょっとメガネを拭いてみたいと思います。ちょっと失礼しますね。失礼いたしました。まず、カッパエビセンの歴史ですけれども、1964年ですね、東京オリンピックがね、開催された年、つまり今年でなんと60年ですね、赤いちゃんちゃんこ60年を迎えますね。やめられない、止まらない、カッパエビセンということなんですけれども、ね、ちょっとこのね、懐かしいコマーシャル見ていただけますか？はい、こんな感じですね。はい。そうですね。昔のパッケージは透明だったんですね。ね。透明やったね。今なんかこう、なんかアルミになんか綺麗に入ってね、このね、匂いっていうかですね、この香りをね、ぐっとこうね、逃げないようにしてるというかですね。でも昔は透明やったんですね。思い出してください。懐かしさをね、噛み締めてください。皆さんストレス溜まってんのをですね、今日はですね、発散しましょう。この JJ チャンネルで。そしてこのカッパエビセン殺人事件、斜め45度から考察していこうということなんですけれどもですね、なぜ一つ目の疑問ですね、エビセン、カルビーの
エビセンではなくて、カッパエビセンなのかということなんですね。実はですね、これ創業者、この創業者の話後でしますけれども、このですね、商品開発をするときに、あるキャラクターを使ったんですね。このカッパ天国というアニメがね、あったんですね。このカッパ天国のこのイラスト見たことありますか？こちらはですね、長崎市出身の漫画家、清水崑というね、方が描いた漫画がですね、大ヒットしてたんですね。これ20年、30年にわたる大ヒットをしていたんですね。そしてですね、このカッパエビセンはですね、初めはですね、そんな名前じゃなかったんですね。あられだったんですね。で、あんまり売れへんと、この創業者の社長があんまり売れへんから、なんかキャラクター使わなあかんなということで、当時大人気だった長崎市出身の漫画家、このカルビーの創業者ですね、なんとこの漫画家に頼んで、うちの商品ですね、このあられのですね、キャラクターとして、カッパを描いてくれという話になったわけですね。それでですね、カッパあられという商品を出したんですね。こんなんです。これがなんとカルビーのカッパエビセンの前、このカッパあられだったということなんですね。はい。このカッパ、ね、見たことありますよね。他ではですね、そうですね、この人の漫画、ね、清水崑の漫画といえば、キーサクラーレ、このお酒のコマーシャル出てきました。え、思い出されへん。じゃあ懐かしさでストレスを解消してください。こんな CM です。はい。いかがでしたか？この CM 見たことありますね。このですね、この時代、このカッパという概念を変えた漫画なんですね。この甲羅をね、入れ替えることができるとかね、このカッパがいろんなはちゃめちゃなことをやっていく非常に楽しい漫画ということで、そうやと。ね、このカルビーの創業者はですね、このカッパというものをつけて、カッパあられというのを作ったんですね。でね、このね、このあられですけどね、この社長が素晴らしいね、この、考え方を持ってるんですよね。当時ね、日本はですね、全然もうね、ご飯が食べれない人が多かったんですよね。お米がめちゃくちゃ高かったんですよ。だからお米でお菓子ね、作るのも大変やな、いうことで、なんと日本で初めて小麦粉であられを作った。ね、それがこのカルビーという会社なんですね。まあ、そしてですね、あんまり売れへんかったんですね。ちょっと甘い味付けをしてね、売ってたんですね。でもあんまり売れへんところをね、こんなようなお菓子見たことあるじゃないですか。ちょっとこの甘いね、この小麦で作ったお菓子を作って、これにこのキャラクターで、カッパあられというのを出してたんですね。どうしてまあこれカッパエビセンということにね、なっていくわけですけれども、実はこのカッパエビセンですね、すごい苦労があるんですね。企業のですね、努力があるんですね。これちょっと後ほどお話しますけれども、ちょっとこのカッパエビセンですね、どんな歴史を辿ってるかというと、パッケージはこんなんでしたよね。このように透明でしたよね。でも今はですね、ものすごく進化してこのような、パッケージになってますけれども、パッケージ自体はですね、創業以来13回変わってます。そしてご当地のカッパエビセンだったり、いろんなカッパエビセンがありますから、全部のね、カッパエビセンの種類を言い出したらキリがないんですね。例えばですね、いろんな味がありますね。例えば北海道だったらホタテバター味、あとはですね、ニンニク醤油味とかですね、いろんなものがありますね、カッパエビセンね。で、僕はなんでそんなカッパエビセンが好きかというとですね、僕は世界中に住んでいましたからね、特にアジアを中心にね、どこへ行ってもカッパエビセンがあるんですね。だからですね、なんか日本懐かしいなと思ったらですね、どこのコンビニ行っても、まあサークル系が多いんですけれども、コンビニに行ったりスーパーに行ったらですね、カッパエビセンに手が伸びるんですね。そしてこのカッパエビセンを家に持って帰って食べると、日本を思い出しているというですね、まあこんなようなですね。生活をしていたんですね。で、ちょっとカッパエビセンの秘密ですけれども、カッパエビセンって、どのように開発されたかというとですね、このカッパエビセンの創業者なんですけれども、この方、松尾隆さんという方が創業者なんですよね。で、一回ですね、カルビーの会社の前にですね、俺は美味しいお菓子、健康にいいお菓子を作るんだ。健康ね、健康にいいお菓子を作るんだということで創業するんですけれども、失敗して倒産するんですよ。だけれども、彼は不屈の精神ですね。ピンチがチャンスということでですね、もっと体にいいものを作ろうということで、カルシウム、そしてビタミン B1 がいっぱい入った健康にいいお菓子を安く作ろうやないかということで、そうです。カルシウムとビタミン、カルビタミンということで、カルビーというね、会社を作ったんですね。これがバーンと大成功するんですね。そうなんですね。エビセンを作ったんですね。で、この松本隆さんはですね、なぜ、このような健康にいいものはエビセンだというふうに思ったかというとですね、彼が小さい時、貧しかったんですね。貧しい時にですね、家の
近所に太田川っていう川があったんですよ。そこの川でお母さんが川エビを取ってくるんです。川エビね、自分で取ってくるんですね、お母さんが川エビをね。それをですね、かき揚げにしたんですって。これがめちゃくちゃ美味しかったらしいです。でその人はね、思ったんです。そうやなと、エビってカルシウムもあるし栄養もあるから、これをね、小麦粉と混ぜて、ね、美味しい、ね、生地にして、いわゆる、お菓子にしたらええんじゃないかいうことでね、丸ごとエビを丸ごとですわ、頭から尻尾まで丸ごと世界中のエビ、生でも食べれるエビですよ。本当に新鮮なエビ、一番時のエビをですね、なんと4種類もブレンドして、頭から尻尾まで全部吸ってペースト状にして伸ばしてるんですよ。それをトン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 と切って切り目を入れて、ここで揚げないんです。ノンフライ製法なんですね。油にせずにですね、なんとですね、揚げないで、いわゆるなんていうかな、このイブルっていうんですか、そんなような感じでお菓子にしていくんですね。そして3日間もかけて、そして最後に油をちょちょっとつけて、そして味付けをするというですね、この製法です。真似ができないんですね。しかもなんでそんなにこのカッパエビせんが濃厚なのか、やめられない止まらないかというとですね、なんとこのエビの頭を吸った時のこの味噌ですね、このエビの味噌から深い風味が出てくるということ。そしてサイズにあります。サイズ、あのサイズはエビは5センチなんですよ、カッパエビせん。この5センチというサイズにもう非常にですね、こだわった、なんて言いますか、科学があるんですね。そしてこの5センチの中にですね、だいたい10本前後のこの筋が入ってるんですね。この筋を入れることによって、そこに、後からの調味料ですね、塩とかそういうものがちゃんと中に入り込んでですね、そして口に入れるときにですね、2回ぐらいパンパンと噛んで口に入れますよね。1本5センチグッと入れるわけいかへんから、ちょっと噛んで入れますよね。この時のですね、このリズム感ですよね。カリ、クチュ、プニャ。カリ、口の中に、プッチュ、プニュとカレレレ、カッパエビセン、すごいですね。口の中に入れた瞬間、あの硬いカッパエビセンが、とろっとこう溶けてきますよね。あの感触、カリ、プチュ、プニュ、カリ、プチュ、プニュ、このリズムがですね、やめられない、止まらない、とこうなってくるわけですね。ということで、カッパエビセンはですね、この、カッパあられからね、小さい時のお母さんが作ってくれた懐かしいこのエビですね。このエビを入れることによって大ブームが起こるんですね。ブワーっとこう売り上げ上がってきます。そしてですね、これは栃木県の工場で作ってたんですけれども、これは間に合わへんいうことで広島工場を作ったりですね、ものすごく工場が大きくなってですね、世界中へと羽ばたくことになったということなんですね。すごいですね、この創業者ね。カルシウム、そしてビタミン B1、食べることによって元気になる。しかも頭から尻尾まで全部入ってるから濃厚なんですね。まあ、これがですね、カッパエビセンのやめられない、止まらないというですね、そしてですね、これ作るのにね、3日かかるんですよ。3日かかりますからね。そしてこのエビ自体をですね、こうペースト状にする。この技術がですね、他の会社では真似ができないということで、そうですね、ポテトチップスとかいろんなお菓子ありますけど、類似商品いっぱいありますけど、なんとカッパエビセンに関しては未だに創業60年でなんと類似商品がない。類似商品がない。このチャンネルと一緒なんですね。この僕のチャンネルのようなですね、この変態的なですね、チャンネル他にございませんね。ということでカッパエビセンは類似商品がないということなんですね。いかがでしたか。そうですね、何が殺人事件なんやいうことなんですけどね、このチャンネルはですね、この殺人事件というかチャンネルがバンされることはですね、 YouTuber にとってみたら殺人事件なんですね。なんとかこのバンを、逃れるためにですね、この、動画を上げてると言っても過言ではないんですけれども、いかがですか皆さんね。このカッパエビセンね、常にですね、もう60周年、常にというかですね、60周年迎えましたから、赤いジャンジャンもですね、もうすぐ還暦を迎える方いらっしゃるじゃないですか。このようなですね、カッパエビセンのグッズが出てます。赤いちゃんちゃんこカッパエビセンのボタンね、すごいですね。あとですね、いろいろですね、髪留めね、このような髪留めであったり、これ髪留めだけじゃなくてネクタイピンにもなるカッパエビセンのね、これも1600円からネクタイピンがね、ちゃんちゃんこも7000円ぐらいで買えるんですね。このようなカッパエビセンを常に身につけていることによってですね、皆さん方の生活が懐かしいな、カッパエビセン懐かしいなということでですね、非常にストレスから解消されるのではないでしょうかというですね、なんていう動画を作ってるんでしょうかということなんですけれどもですね、まあ、10月15日まではですね、僕はね、やはりですね、やはり斉藤やはりじゃないですけれども、斉
当知事ではないですけれども、やはりこのような動画で忍ぶべきだと思いましたね。なんとですね、パン覚悟で限定付き動画を上げたんですけれども、そのコメントに涙いたしました。皆さん方がここまで JJ チャンネルを愛してくれていたのか、ね、JJ やめんといてくれ言ってね、お前他でお前のことをお前見ることができへんか、もう苦しい悲しいって言う、もうラブ注入ということをいっぱいいただいたので、そうやなと、これから緩い動画で10月15日まで行こういうことでですね、この番対策として、昨日はたこ焼き、ね、の動画上げました。そして昨日ですね、秘密にしたことを一つ言います。昨日の動画も見て、今日の動画を見た方はですね、実はもっと美味しいたこ焼きを作る方法があります。それがですね、実は今日のカッパエビセンの動画と繋がってるんですね。だからマニアな方ですよね。事件とか考察とかオカルトとか斜め45度で考察する、この JJ チャンネルではなくて、この JJ が好きでご覧になってる方のみに秘密を教えます。そうじゃないとこんなカッパエビセンの動画誰も見んからね。つまりこの動画を見てるということは、あなたはですね、JJ チャンネルのもうね、沼にはまってるということになるんですね。そうなんですね。たこ焼きを作る時のコツですね。実はカッパエビセンをすりつぶします。カッパエビセンをすりつぶすんですね。そしたら粉々にするんですね。そして粉々にした後、それをたこ焼きのとこ振りかけるんですね。これをするとですね、なんともんじゃ焼きにベビースターラーメンを入れるとめちゃくちゃ美味しくなるようにですね、たこ焼きもエビの風味出てですね、天かすもいらないんですね。非常に美味しいたこ焼きができるという裏技です。はい、これはですね、内緒ですよ。このチャンネルを見てる方だけの内緒にしておきます。美味しいたこ焼きの作り方ということでした。はい、いかがでしょうか。カッパエビセン殺人事件の話でした。恐ろしかったですね。今日の話はこれバンされるんちゃうかな。いや、やはりバンはされないと思いますね。ということで皆さんね、ストレス解消のためにですね、ぜひ今日ですね、どこでも売ってますからカッパエビセンをね、買いに行ってください。濃厚ですよ。カルシウムとビタミンが取れる。そしてしかも頭から尻尾まで全部味をね、味わってください。こんなお菓子はないですよ。ね、硬いのに口に入れた瞬間、じゅわーっと溶けてですね、なんとも言えないこの風味ですね。素晴らしいお菓子ですね。カルビー、さすがですね。ということで今日の動画面白かったかどうかということを皆さん方に聞いてみたいと思います。はい、皆さん今日の動画はね、どうですか。皆さん方の参考になりましたか。いかがでしたかということですね。はい、JJ、お前すごいな。さすが。だからお前、カッパエビセンの話題ばっかり話してなんか。そうやね。俺、カッパエビセンね、やっぱ世界に行ってますからね。あれを見るたんびですね、癒されていたんですよ。ところで今日の動画面白かったんですか。JJ、いつもだけ面白くなかったね。はい、ありがとうございます。皆さん方のそのお声ですね、大切にしてですね、このチャンネルを続けていきたいと思います。初めての方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。こんなチャンネルではございません。10月15日以降はズバッと世界の裏側を覗いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上、JJチャンネルでした。